あれはどうしたんですか、ホノルルさん。なんか落ちた。これが随分と大胆な浴衣ですね。違うわ、これはセントルイスが。じゃあそれ着て頑張りなさいね。あ、待ちなさいよ。って、勝手に渡してきただけだし。着ないの？だってこんなに短いし。きっと似合うです。あれ、ホノルルさん、この格好大丈夫かしら。早く着て。やっぱり変じゃない。全然、とてもよく似合ってますよ。可愛いです。でも胸が目立っちゃうし、どうすれば。早く行こう。ちょっとダメ。このままで学園祭楽しめるかな。ゲームだったら当たってたです。羨ましいです。これで指揮官と何するの？え、それはその秘密よ。